やばかったね、昨日ね。見た？ラーメンの欄見た？みんな。どうも、アンズ様達。ラーメンの欄だよ。チャーハンの欄か。間違えたわ。みつこさん、お疲れ様。チャーハン大変だったよ、本当に。二日連続だからね。ヤコワドツ。おはようにゃ。ロビさん、おはよう。いや、もうね、足が痛いんだよ、とにかく。夢いすけさん、おはようございます。そうそう、チャーハンの欄、チャーハンの欄動画に上がってるからね、もし見たい人は URL 送るんで言ってください。昨日ヒカルくんと金梅さんが絶縁をしました。お疲れ。棚ぼた荒野は光と飯行った。棚ぼた荒野って呼ばれてんの今。初見さんもしよかったらフォローしてってください。メロさんいらっしゃい。大物スポンサーと。あ、いいじゃんいいじゃん。見ました。さっき普通に電話で話してました。あ、そう。あ、じゃあ大丈夫になった。仲直りした。よかったよかった。よかったわ。酔っ払ってたってだけか。俺左足が痛くて痛くてさ、目が覚めちゃうんだよね。チャーハンからいらっしゃい。ムーさん、もしよかったらフォローしてください。ありがとう、ロビさん。パフェありがとう。Thank you。 俺何食おうかな。今から旅に出たな。いろんな集まりに荒野いるから生き方うまいな。なんかサラリーマンみたいだったよ、昨日の荒野は。昨日の荒野は、なんか、酒癖の悪い上司と付き合って、朝帰りになって帰りたくなってるサラリーマンみたいな、そんな顔だったよね。あ、ジャスミンチャーハン食べてる。今旬の。でもあれだよね、あの動画見たらチャーハンどんだけうまいんだと思って食べたくなるよね。金梅さんは記憶が全くないって言ってた。すげえな。いってら、みつこさん。あ、フォローありがとね。銀梅さんもチャーハンの写メアップしてる。みんな好きだね。悪ノリが好きだよね、悪ノリが。麦さんいらっしゃい。何食おうかな。解放よりすごいポケモン。いやいやいや、アイコは俺のポケモンじゃなくて、あれヒカルくんの最強ポケモンだから。ミュウツーって呼ばれてんだから。あれはヒカルくんの最強ポケモンだから。チャボいらっしゃい。あれ俺のポケモンじゃない。俺のポケモンじゃ勝てないよ。俺のポケモンはあれだから、もっとなんかねちっこい技使ってくるタイプだから。あれはもう世界を滅ぼす呪文使ってくるから、アイコは。しかもみんなチャーハン受験でだと思ってるけど、その前の日も受験あったからね。その前の日も。ああ、行ってるみたいね。なんか、あれでしょ？神戸のすごい人でしょ？ね。羨ましい。朝方ちょっと見てた。あれは俺のポケモンじゃないよ、アイコは。金五郎さんいらっしゃい。寿司受験じゃないよ。チャーハン受験。チャーハンの欄だから。チャーハンの欄知らないと出遅れてるよ。俺のツイッター見ないダメだよ、チャーハンの欄。
俺のツイッターか YouTube 見たら全部載ってるから。チャーハンをめぐる壮大なストーリー、めくるめくストーリーだったから。髪伸びてきたね。髪の毛切ろっかな。そうなんだよ。でもまあボッサボサに伸ばすっていう手もあるかなと思って。中途半端なんだよね今髪の毛。はい、ジョージさんいらっしゃい。まだつべ見れない、上がってないってこと？いや上がってるよ。何まだつべ見れてない、ああまだ見れてないってことか、うん、赤が目立たなくなった。それはカメラのせいなんだよね。それ実際生で見るとすごい明るい、この赤は。てか暗い赤なんだよね結構。俺はこの色を気に入ってるの、派手な赤じゃなくてその結構黒髪とマッチしてると思って。染め直してるよ一回。だちょっとね黒の分量が多くなってきたからね。後で見て。チャーハンのラン、クラインさんおはよう。クラウンさんか、クラウンさんおはよう。はい、また後で。じゃあもうお疲れっす。改めて見るとすごいよね。改めて見るとすごいよね。いや俺生で見たらもっとすごかったから。なかなか光くん暴れてたから。なんか大げさみたいに言われてたけどなかなか暴れてたから。結構光くん快進撃だったよ。赤はね色落ち遅い。あめいちゃんだおはよう。どんなことがあったのか YouTubeキャスので光くんの説明なんとなくわかりました。まあ俗に言うチャーハンのランってやつだな。まああんだけ揉めてんのに荒野が止めないで一人でチャーハン食ってるのは面白かったけど、ここにお米つけながらチャーハン食ってたから、ね、どんだけチャーハン好きなんだよ。もう今からチャーハン食いに行けよって感じだったよね。お、悪魔のキューピーお疲れ。最近やってるね。あ、これ偽物か？悪魔のキューピーじゃないのかな、うん、あ、じゃあ極悪キューピーか。極悪キューピーいらっしゃい。俺、間違えるからね、普通に。極悪キューピーさんいらっしゃい。たくみさんお疲れ。いい動画編集ありがとう。うん、あれは伝わるわ。荒野のチャーハン食ってるシーンで笑うわ、あんなの。で、こうやって食ってる荒野、面白かったよね。アイロンさん殴ったわけじゃないね。髪の毛掴んだのよ。うん、アイコからヒカルくんとキンバイが喧嘩したの。あのね、俺のツイッター見るとわかるよ。鎌田さん、10分ぐらいの動画見てきなよ今。俺のツイッターのトップページにチャーハンの欄って書いてあるから。いやだから元って言われてもさ、リスナーさん俺さ何万人と1万人ぐらいいるんだよ。だから一人がコテハン変えたりサムネ変えたりすると覚えらんないんだよ。元超兄貴なのはわかるんだけど。あのね、コテハン変えるってなんか顔がっつり整形、サムネは顔をがっつり整形して戸籍を変えたみたいな感じだから分かんなくなっちゃうんだよ、うん、ごめんね極悪キューピー。ヒカルくんはアイコさんなんだこれ殴ってないね、うん、この前も聞いたよね。でも一回顔とサムネが変わったらもう人格が変わると思って。ラムさんお疲れ様です。いすいす、久々長時間飲んだよ。久々飲んだよ、うん、いやヒカルくんがだってセブンさんとリングに上がった時と同じ目をしてたからね。
超怖かったよ。あ、これまずいと思ったもん。辰彦も分かってたもんね。まずい。あ、これセブンさんの時の目だ。本気のやつだ。ネタじゃねえぞ。まあ、愛子さんがね、相当煽ってたからね。もうたまりにたまったもんがあったんでしょ。ヒカルくんからすると。相性が悪すぎるんだよ。相性が。相性が最悪だと。どうしよう、飯食いに行こうかな、どっか出かけようかな。なんかもうね、あ、今日ねコラボの予定あったんだけど体調不良でキャンセルになったの。だからもう旅に出ようかなと思って。どっか行かない？どっか行かないっすか今から。初見さん、レイさんいらっしゃい。もし面白かったらフォローしててよろしく。なんかどっか出かけたくない？なんか23日の予定以外ガラ空きなんだよ俺。23日以外空いてるから。おー、ありがとう、キャビンネクタイありがとう。なんか東京からさ、プラッと行けるところあるかな。プラッと行けるところ、いや、ゲーセンゲーセンとかじゃなくて、なんかプチ旅行的な。うん、オロナイン来たのは神回だね。俺オロナインってオタクだと思ってたから、いかつーと思って、こんな感じなのと思って、全然イメージと違った。あー、バーガーありがとう、ご学級 B さん。矢野り、矢野リッキーさん、こんばんは。矢野、わかんねえな。カタカナがいいな。サネヤン、お疲れっす。また来てくれてありがとう。温泉でも行く？声響いてビビった。遠出っていうか、東京からさ、どっか行ったことない街行きたいな。うん。麦さん、ありがとう、ハート。ありがとう。いや、オロナインが顔出しとか超レアでしょ。超レアでしょ、多分。いかつすぎるでしょ。うん、どこの輩が来たのかと思った。ドンペリ入れて速攻帰って、全部の会計払って、そっと帰ってたもん。すごいよね。ハートプレゼントありがとう、麦さん。二つありがとう。三つありがとう。ヒカルくんの子供で最高でした。マコさんどうもお疲れっす。いや、好きな人のモノマネはできるんだけど、嫌いな人のモノマネはできない。どっかあるかな、なんか。なんか配信ができる旅館みたいなところ。なんかあるかな。東京。相模原、厚木。ねえ、大変だったよね、昨日。びっくりしたよ。オロさん、キャバでの使い方すごいですもん。いや、噂には聞いてるよ。俺、実際生放送、1回か2回ぐらいしか見たことないけど、あの、噂は噂、すごいよね。元祖だから金使いまくる系の人だからね。ロマンスカーって何？ロマンスカー？箱根？ロマンスカー？ちょっと調べてみよう。ロマンスカー。ロマンスカー。箱根。箱根湯本。箱根って何県なんだろう？特急か。小田急電鉄特急ロマンスカー。あ、いい名前の電車だね。ロマンスカーって言うんだ。特急券いくらなんだろう？小田急なんだ。ロマンスか。新宿から箱根で検索するか。新宿から箱根駅と。バーガー3個ありがとう。カッチャンありがとう。そうだね。2000円で行けるの？え、そんな近いの？ 2080 円で行けるの箱根って。そんな近いの？
箱根安くね、神奈川なんだ。いやこんえでも神奈川にしては結構遠いな。へえ、神奈川って結構でかいんだな。あ、こういう感じなんだ、地形的に言ったら。伊豆とかも神奈川になるのこれ。どこまでが神奈川なの。これギリギリ神奈川パターンかな。近いね。箱根か。神奈川ってでかいんだね。なんかイメージだとあの半島みたいな感じだと思ってた。風船5個ありがとう。なんかでも箱根あれだよね、駅前すごい変わっちゃってなんか残念な感じになってるよね。すごい綺麗になっちゃってんだよ。鉄馬さんいらっしゃい。旅行つうか旅配信再開しようかなとか思って。伊豆は静岡なんだ。あー、箱根ってなんか遊べるスポットあんのかな。誰か車出してくんねえかな。どっか行きて。腹減ったし。いや、こう、風船10個ありがとう。今、深海魚水族館行きたい。深海魚水族館ってあるの？いや、こう、アイテムいっぱいありがとう。道後温泉すげえ良かったけどな。バカありがとう。どこ行こうかな。ワトさん朝までお疲れ様で、海ちゃんお疲れ。うん、みんなも寝れなかったでしょ。あー、ちょっとお手洗い行きたいな俺。ちょっとトイレタイム行ってきていい？ちょっとだけお腹痛い。鎌倉のなんて読むのかわかんないや。ちょっと俺トイレ行ってくるから待ってて。ちょっと待っててトイレ行ってくるわ。トイレ行ってくるね。ごめんね。これ見てて。
私何にも話しかけてないよ。光やめよ。私今日何にも光にやってないよ。やめて。一回戻りましょう、一回。免じるわ。みんなの金免じるから。引き返る。それでやってきてんだ。引き返る。やめよ。俺に対して。やめよ。怖い。一緒の方だ。一緒の方だ。もうやめて。ガヌプ。いや、裸足だから。裸足だから。大丈夫？ダメだ、ダメだ。止めて、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 止めて。止めて、止めて。私さ、女だよ。金ちゃん止めてよ。ねえ、ねえ、山田さん、ヤコバ、ヤコバ、呼んで。呼ばない。呼んで。私、髪の毛やられたの。ヤコバ。なんでこうや、なんでこうやが。やばい、やばい。やばい、マジやばい。今何してんの？いやもう寝るとこっす。あのお前が愛せる女今どうなってんの？誰ですか？愛子さん。いや俺もうマジ無理っすよ愛子。マジ無理ってどういうこと？いや俺ちょっと金丸さんも今回にあのちょっと信用できなかったんで。うん。来週の鹿児島市行くの僕単独で多分行くんで。信用できない俺が。なんで？いや、もう誰も信用できないっす。なんでお前そんなに病んでんの？ういっす、ただいま、まあ、ただいま、トイレから帰ってきたから、ちょっとお腹痛いわ。お腹痛い。あの、続きが見たい方は僕の Twitter か YouTube を登録しといてください。昨日は大変だったから、事件だったから。レクチャーおはよう、うなちゃんまんこおはよう。チャーハンの欄知らないんだ、これ何？チャーハンの欄だね、チャーハンの欄、今のは昨日のあのチャーハンの欄です。僕のツイッター見てください、詳しくは。まあ、普通怒るわな、怒るわな。おはよう、こきた。ひかるくん何も悪くないでしょ、ただただチャーハンが、今日チャーハンバカ売れだからね。ひかるくんリスナー、金梅リスナー、いろんなところで。はい、さよなら。はい、さよなら。まあ大丈夫だよね。頭はたかれてあそこまで切れるのはよっぽど愛子ひどいこと。いやもうね、前の日も揉めたぐらいだね。犬猿の中っていうか、もう愛子さんが
なんかいろいろペラってるっぽいね。なんかヒカルくんとパコった話とかをペラって、そう、オフパコ話とかをパコってブチギレたりとかしてるらしい。とにかく犬猿の仲。ヒカルくん普通にいい人だよ。連日だからね。連日っていうかもう捨て頃終わってからずっとでしょ。毎晩のようにでしょ。あれは大変だよな。チャーハンの乱ですよ。チャーハンの乱。お、ベニーさんだ。いや、違った、間違えた。ポニーさんだ。ポニーさん、ありがとう、花火。久しぶりだね、ペニーくんの。セブンさん戦ってるでしょ？セブン戦の目をしてたでしょ？俺らは知ってるからね。ペニーか。覚えづらいな。ややこしい名前だな。いやー、お腹痛いな、ちょっと。では、昨日野田総理デビューしたんでしょ？野田総理がさ、ふわっちにデビューしたっていうセンセーショナルな事件があったんでしょ？ついにニコ生を捨てるの。お、うささんワドツー、おはよう。花火ありがとう。愛媛 in 道後。本当だ、道後温泉だ。どっか遠出してえな。なんかないかな。山手線一周でもしようかな。暇だから。やることないから。なんかもうダラダラしてる日々がすげえ嫌だから、なんか企画をぶち込みたい。マゼさんに切られたってシャンマンが言ってた。あ、マジで？洋平くんちで遊び行くの？洋平くんと連絡取れないもん、俺。野田前にふわちゃんやってたよ、バンになった時。あ、そうなんだ。知らなかったわ。あ、じゃあ2回目とか3回目とかなんだ。山手線一周一人でやってもつまんねえしな。もうやったしな。今からだと相当時間かかるもんね。なんかちょっとハードめの企画やりたい、少し。格闘技やってない、練習してない。むしろ足今でも痛いもん。足がうずいて起きるんだよ。ちょっとリハビリも兼ねてハードなトレーニング配信やりたいんだけど、なんかあるかな？いい配信。東京タワーの階段を短時間に登る。東京タワーって階段あるの？東京タワーって階段あるの？東京タワーの構造がよくわかんないんだけど。いや、配信できないんじゃないの？東京タワーとか。外階段みたいなのがあるの。いろんな店のチャーハンを食べ尽くす。うん、いい線ついてる。いい線ついてる、ジョン。だんだん近くなってきたね。なんかあるかな。昔？へぇ、あるんだ。あいこと相撲部屋で稽古。それ面白いね。それは面白い。なんか彼氏があれなんでしょう、相撲部屋なんだよ。セックスフレンドか。愛子のセックスフレンドは、相撲部屋なんだよ。
バンビーノさんお疲れ様です。寝起きです。おはよう。金前線いなかったらもっとガッチャガチャになってたと思うよ。次の捨て頃は寝技もありなそうなんで和道さん頑張ってください。寝技ありだったら僕出ません、はい、うん。天女太郎がやった、え、東京タワーの階段調べてみようかな。東京タワー階段、階段で登る、あるわ。東京タワー600段ある、あるんだ。え、これ無料有料？おー、600段、あー4時までじゃん、4時までだわ。でもこれいい企画だね。土日祝日の時にこれいい企画じゃん。でも通常料金の展望料金かかるとこれ600段も上がって通常料金かよ。これいいね。でもこれやろう、これいつか。え、いくらかかるの東京タワーって。900円か。うーん、まあ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 、まあ、短時間で登ればかっこいい。3時間、いや別に普通に登ればいいんじゃないの普通に登れば、うん、いや無理でしょ。時間計ってた。いやまあ普通に配信しながら景色楽しみながら登るのが一番いいと思うけど、まあいい企画だね。ただもう時間が終わっちゃったね、営業時間が。今からできる系の企画なんかあるかな。拷問級に辛い配信やりたいんだけど俺。もう地獄だわっていう、地獄だわっていうのやりたい。スカイツリーにも階段あるのかな、あんのかな、ないでしょ。スカイツリー、スカイツリー階段あんのかな。ないっぽいね。要は設置はされてるけど中にあるんだって。だから外観を楽しめないんだって。いや塔の中にあるから、ただひたすら階段を2000階段を登りきるだけなんだって、うん、で40分ぐらいかかるらしい。階段ひたすら40分ってあれ思い出すわ。あの山で遭難した時思い出すわ。あのハイキングコースだっつって登ってめちゃめちゃ高い山で全部階段だったやつ、あれ40分ぐらいかかったでしょ。おはようチャリス。あれもう最悪だったかな。絶対やだわ。帰ったな。エスちゃんいらっしゃい。あれきつかったよね。連絡来たよ。あの辰彦が大丈夫だって。よかったよ。
メルさんフォローありがとう。ゆうゆうは、ゆうゆうは多分いじられ慣れてない。ネタが通用しないの、ゆうゆうには。多分俺ゆうゆうに嫌われたわ。残念ながら。お寺に修行配信企画、多分配信許可が下りない。配信許可は難しいですね。めちゃめちゃ怒られる。解放の入院先に面接、精神病院の隔離病棟です。無理です。面会拒絶です。隔離病棟、個室、要は牢屋の中に入ってるから無理です。残念です。結構ガチの入院だから、携帯電話取り上げるレベルだから放送見れてない。あれ、愛子とオフパコしたらしいよ。見てた見てた。昨日ペラっちゃってたよね。なんか一回オフパコしたの言ってたよね、ふわっちで。あれはヒカルくん、まね、嫌がるよ。そりゃ切れるわな。そりゃ切れるわな。うん、オフパコ、オフパコ暴露は、なんで女ってオフパコを暴露するんだろうね。オフパコはオフパコだから。うん、ヒカルはどうなったの？今放送やってるよ、ゆうかちゃん。うん、いらっしゃい、ゆうかちゃん。やってるやってる。どうなったんだろう。なんか飯食いに行くって言って、こうやと一緒にいたし、金梅さんとも仲直りしたらしいよ。うん。だから、まあ、特になんもない。オロナインさん、めちゃめちゃいかつかったよね。びっくりしたよ。え？誰？と思ったもん。怖っと思って。ヒカルくんはオフパコしてないって言ってんだ。あ、じゃあ、愛子さんのふかしってことか。ブラックボックス店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 。なんだろう。ブラックボックス店。どこでやってんだ？6月17、今日までか。今日まで。なんだか全然わかんないんだけど、ブラックボックス店が。何にも、ホームページ見ても何にも伝わってこないよ。何これ。何これ。ホームページもよくわかんないし。何これ。覚悟の方、ある方だけ来てください。アルテマレベル。何これ、全然意味わかんないんだけど、何なの、なんでこんな行列出てんの。え、どういうことこれ。うん、オンパコだよね。何これ、ブラックボックスで意味がわかんないんだけど。アルテマレベルでは本店閲覧に適した精神態度に基準する達するものでなければ入場することができない。選ぶで並んで90分並んで、バウンサー門番による選ばれし者だけが入場可能となります。何これ、え、何なのこれ。中身が意味が分かんないんだけど、これどこでやってんの。六本木でやってんの今日。入場できる人とできない人がいるんだって。何それ、何これ、何なのこれ。ブラックボックス店って何？
ワード2。何これ、暇だな、みんな。ミニ四駆作る？ミニ四駆買いに行く？ミニ四駆。最強のミニ四駆作る？最強のミニ四駆。なんかパーツとか詳しい？俺全然詳しくないの、ミニ四駆とか。みんな詳しい方？なんか店でさ、これ買った方がいいよとか覚えてる？でもなんかミニ四駆女の子つまんねえだろうな多分思ったんだけど、男の子は閲覧増えると思うんだけど、女の子は見てて面白くなくない？プラモデル作ったりすんの。どう？ミニ四駆配信俺はちょっとやりたいなと思ってんだけど、女の子的にどうかなみたいな。だったらなんかこう体張る企画の方が面白いんじゃないかと思う。ごめんね、文句ばっかりで。ほんとめんどくさい性格でごめんね。どうしようかね。どこ行こうかな。そうそう、便所太郎さんがやってて、あ、めっちゃいい企画だなと思って。プラモデルわかんないよね、女の人はね。こうかな。あ、ドラムいいじゃん。でもね、ドラムピンだと面白くないからレクチション入りたいわ。ドラムピンはね、あの劇的に仮装って30人ぐらいの枠だけど、レクチション演奏するとめちゃめちゃ人集まるから。ドラム単品はきついよ。ツッツッタンツッツッタンとかツッタンツッタンとかやってても面白くないよ。料理配信やだ、めんどくさい、めんどい、もうカオスだもん。ごめんね、やだやだで。違うよ、もっと体張りたいの俺は。捨て頃ロスだから今もっとかこう感動みたいな、和道さんかっこいいみたいなのがやりたいの。囲われたいの、企画が終わった瞬間に。そういう系がやりたい俺。そのついてきますみたいな、オフパコしませんかみたいな、そういうのがいい俺は。分かりる、分かりる。料理作った後達成感ないでしょ。うまーで終わりでしょ。ダダコです、ダダコモードですね今日は。まあめんどくせえからもう散歩するか、もう外出ちゃうか。外出たもん勝ちだと思ってきたわ旦那。あ、作りに来てくれんの、それ面白いじゃん。じゃあ俺が今から優香の家に行くっていうのはどう？俺が優香の家に行って飯をごちそうになって帰るって配信はどう？ダメ？優香の家リア凸。腹減ったな。めちゃめちゃ腹減った。ねえ、楽しいじゃんね。俺のこんな汚い部屋に女の人なんか入れらんないもん。リスナーさんの家に行って、晩ご飯食う配信面白いよね。面白いじゃんね。埼玉行くよ、全然。行くよ、全然。
埼玉どの辺かによるけど、もし OK なら、配信 OK なら全然行くよ。ダメなら無理だけど。そういうリスナーご飯みたいな面白いよね。リスナーご飯、あなたの家のご飯食べに行くっていう。突撃和道の晩飯隊、いいね、いい、いいタイトルだね。突撃和道の晩飯隊、いいタイトルだ。娘映さなきゃ大丈夫。あ、お嬢さんいるのか。あ、それはなんかちょっと気まずいわ。お嬢さんいるのはちょっと気まずいわ、うん、隣のとつご飯いいタイトルだな、アンジェルで。いいや、なんか絶対これうだ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 するパターンだから外出るわ俺。これね、分かってるの自分で。もうこのうだうだし始めたらもう長いから、行動あるのみでしょ。行動あるのみ。行動しよう。とにかく歩けばいいんだよ。とにかく家出るわ、俺今から。そうしよう。行動に勝るものないから、世の中。じゃあ皆さん、今から準備してすぐ枠開き直しますので、見に来てください。ちょっととりあえず外出ます。お疲れい。トラン荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バットボタン押してんねん、もう。